ショット。皆さん、その動画後でご覧ください。おじゃあ、それでは行きたいと思います。お願いいたします。デモンストレーション、お願いいたします。そう。そうですよね。この選手も非常に飛距離が魅力的な選手となります。ドライバー今日はまだバーディーありません。飛距離は佐伯と新垣同じでした、うん、はい、少しないですね。大丈夫です。ギアをもう一段階上げていきたいところですよね。まあ、新垣比菜、そしてこの後登場します勝みなみなどがいますので、まあ、黄金世代というようなふうにも言われています、はい、そして今シーズン、ね、期待がかかる選手、こちらは新垣比菜です。沖縄興南高校出身、私はアマチュアでこういう大会行ったことないんですけども、はい、どうなんでしょうね、このアマチュア選手としてのこのプレッシャーっていうのがね。狙ってくるという形でしょうか。そうですね、終わるまで待ってましたし、花道をの真ん中を狙ってくると思います。わーわー、さあという声、左の木に当たって出てきて、
切り振っていました。他の選手とはインパクトの音がちょっと違いましたね。違いましたね、はい、びっくりしてしまいました。